はい、どうも始まりました、うさずチャンネルです。よろしくお願いします。今日はね、先日三郷オーストリッチファームさんからいただいた、ダチョウの卵、それの調理の動画なんですけど、見ての通りね、アウトドアでね、料理をしようと思ってきました。助っ人として、お友達を呼んでいます。じゃあ今日はね、しんちゃんと一緒にね、ダチョウの卵を、調理していこうと思います。はい、じゃあダチョウの卵、これをね、今日は調理していくんですが、先日ね、歌間屋さんというところなんですけど、そこでうずらの卵も買ってきたので、今日はね、そちらも含めて調理していこうと思います。じゃあそれではね、セッティング開始します。よし、じゃあナタでね、ちょっと木を割っていきます。しんちゃんはね、火を起こしてます。めっちゃ飛んだ。もう慣れてないから。いや、やっぱね、キャンプとかやる人すごいよね、これがね。あー、いいじゃん、いいじゃん。うん、あ、いい感じ、いい感じ。うん、いい感じ、いい感じ。このね、釜はね、ちょっと思い出の釜で、ちょっとここはね、思い出を語るんですけど、いいですか？俺に聞いてるんです、うん、いいですか？これはね、うちの、ね、家でね、代々伝わる。これってさ、素朴な疑問なんだけど、この下にここが当たるようになってるってことなんだね。歯が下に当たっちゃわないようになってるんだよね。すごいね、これもらったんだけどね。だからもう聞いてるよってことなんかね。気持ちいいもんね、なんかね。何やるんですか、これは。これはね、ダチョウの卵を使って、じゃあ俺も食べたことないからさ、うん、どうにしていいか分かんないんだけど、だし巻きみんなやってるでしょ。だし巻きはね、ダチョウの卵みんなよくやるっていうのを言ってた、でかいのよく作りたいな。あー、でもハサミもね、うずら専用。何それ？これうずら専用バサミ。うずらの卵ってさ、案外粒子が細かくて、割っちゃうとボロボロボロになっちゃうの。だからこれで上だけスパッと落として出す。多分うずら漬けの方は知ってると言われる、うずらバサミ。でもさ、うずらの卵をどうするって俺何も考えてなかった。ちょっとうずらの卵があるって聞いたの今日の朝じゃん。そうだね、言ってなかった。でもさ、自分これ食いたいんだよな。あ、じゃあ、うん、でも茹でられるかな。あ、じゃあフライパンで。あ、いけるね。あ、じゃあスモークするか。じゃあそれの準備をしよう。そしたら、じゃあちょっとね、歌間屋さんのうずらの卵をね、茹でようと思います。じゃあ水を取ってこよう。うわー、清流や、これは。これは。これ、ゆだんないか、これじゃあ。ガッツ買うか。文明の歴ですよね。これで火がつくなんて。すごいですよね。どんぐらい使えばいいだろう。あ、やばい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 。やったな。すげえ傾いてる。あ、わざ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 。はい、今ね、うずらの卵をね、コンロで茹でてます。で、ちょっとしんちゃんの方がね、あんなにあった何も言ってないね。何も言ってないね、上ね。静かだよね。静か。うわー、うまそう。小玉食いたいね。うまそうだね。オンザリッツしたよ。なんでも問題。今めっちゃ強くなってたよ。あ、いいね、いいね。あ、いい感じ、いい感じ。案外強いね。ちょっとね、銃って言ってるよね。聞こえる、聞こえる。おー、いいね。この自然の中で。いやー、すごいね、皮をバックにね。あ、いい感じ、いい感じ。強いね。強いけど。あ、やってるやってるやってるな、やってるな。あ、うまそう。もうなんかうまそう、普通に。でもこれと卵でしょ。お、いいな、いいね。
お、これね、山からの水ですね、これ。うわ、冷た。うわ、で、うずの卵が急冷します。雨がね、降ったからやっぱ山からのこの水がね、冷たいっすね。前ね、動画にしたんですけど、じゃあ大きめの石、きれいめな石を使います。うずの卵を石とかでこうやって、まあまな板でね、まな板の上でやってもらって大丈夫です。そうするとこれがね、ペロってここに向けるのでね、はい、こんな感じで綺麗に向けます。卵割っていこうと思います。そんな力入れない方がいいんかな。うん、最初の怖いよね。あ、来た来た来た。もういた、いた、いた。あ、こっから剥いてくんかな、多分。それ薄皮なの、薄くなさそうだけど。買った。なんか手怪我しそうだよ。いや、ちょっとやっぱ最初の粉が少し入っちゃったから。うわ、めっちゃ熱いじゃん。熱いね、これ手切れるよ、下手したら。1ミリあるよね、うん、2ミリ、2ミリ近くあるんじゃない。こんなん産むんだから、ダチョウってすごいね。すげえ、やっぱ恐竜だよ。でも恐竜の生き残りだからね、鳥は。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。出てきた出てきた。あ、やべやべやべ、もういいでしょ。あ、ほんとだ。出しますね。はい。うわぁ、カメラを持ってられないぐらい気持ち悪かった。うわぁ、これすげえな。何個分ぐらい、これ卵的には。卵3パック分ぐらいかな。想像より中身の方が大きかった、ね、でかい。多い多い。どうなんだろう、ちょっとさ。あ、でも濃厚だね。すごいね。え濃厚だねって見た感じは分かんないじゃんね。すごい水飴だこれ。あ、めちゃくちゃ濃い。うまい。あ、ほんと。うまいうまいうまい。味あるよ。もっとね、淡白かと思ったけど。あ、こう。めちゃくちゃ濃いよね。え、普通にさ、これ黄身で卵かけご飯うまいんじゃない。うまいね、絶対。多分ね、白身が多いからさ、あれだけど。そう、それで薄まるんじゃない、やっぱり。黄身だけは濃い。うん、これうまいね。これうまいな。びっくりした。黄身だけの卵かけご飯食いたいぐらいだ。食いたい。そっか、みんな白身と混ぜちゃって食べるからちょっと薄くなっちゃうけど、ああ、水分が結局白身の方がやっぱ多いんだろうね。普通の鶏より全然濃いよね。濃い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 。いけんのかな。でもまとまき厚焼き卵とかしてんだから、ああ、まあ、箸で溶けるか分かんないね。よかった、これいっぱい持ってきて。あ、一応持ってきたの。持ってきますか。あ、でも薄いね、やっぱり。ああ、そうだ、本当だ、薄くなったね。粘度がやっぱすごいサラサラになってる。なんか出汁入れた厚焼き卵のあれみたいな感じかな。これ今何入れたとこですか。これ今チーズと塩コショウ。これのこれ濃厚じゃない。俺ちゃんとできるかな、これ。固まるか。でも言うて白身だからね。まあね、うん、そうだよね、火が入れば、うん。いや、これね、でもね、ちゃんとできれば美味しいと思うんだよ、ね、マジ、うん、強くない。これ一瞬で、一瞬で炭とかさない、大丈夫。なんだ、大丈夫、大丈夫。強いな、強いな。行くぞ。よし、はい。おお、すごい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 、多いよやっぱりね。やっぱり多い。これでもちょっとちっちゃいぐらいだよ。やっぱダチョウの卵容量あるんだな。すげえな。いや、でもこの火力必要だね。あ、本当。あ、
これより弱いと多分火入んない、すげー時間かかると思う。あーでもいい匂いしてる。本当？卵が焼ける匂いしてる。いい匂いいい匂い。あでもやっぱ緩いね。緩い。卵自体が。うわー美味しそう。でもあーでもいいね。重てちょっと持ってみる。めちゃめちゃ重い。持ち上がんないね。持ち上がんないじゃんこれ。めちゃめちゃ重いんだよこれ。あ上にね炭をね乗せるんだ。それでちょっと待っていきましょう。煙が出てきたんでちょっとね蓋を閉めていこうと思います。シャキーン。ちょっとね隙間開けます。はい、じゃあちょっと待っていきます。はい、じゃあ今ちょっと時間が経ったんでね上の炭を今どけています。さあ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 。おお。いいね。いいね。あとはじゃあひっくり返してみて。最後があれだよね。はい、これがねちょっと重要な作業。めっちゃ怖い。重いからね。重いからこれをひっくり返すたまないからな。いきますよ。はい、お願いします。お、その心は。あー、あーでかー、熱い、熱い、いいね、熱いんだ、熱いんだ。うわー、うまそう、めちゃくちゃうまそう。すげーいいですね。これはうまそうだね。いや、ジュージュー言ってる。ダチョウ、ニュートン。ちゃんとできてるね。うまそう。今できましたね。できましたね。今生唾出ちゃいました。食べてみましょうか、ね、食べてみましょうか。そしたらうわめちゃくちゃうまそう。これダチョウかとは思えない。いただきます。おお、うん、めちゃくちゃうまい。想像以上にうまい。あ、うまいね、うん、うまっ。うん、うまいね。はい、うわしんちゃんバジルソース持ってきた。これはうまそう。うん、うま、うま、うん、うまいね。やばいこれ。いや、やっぱりね料理がねできる人がいるとこういうもんができるんですね。俺がやったら多分目玉焼きで、しかも多分目玉焼きを作る時にも先に割れてたから目玉ができないで終わるんですよ。ビチョって言って終わってたかもしれないね。もういぶったかな。うん、もう大丈夫じゃない。はい、じゃあね燻製。いい色だね。そうでも味がないかなこれ。そうだ、チップのみなんでちょっと食べてみてください。うん、調整の匂いはすごいする、うん、味なしって感じ。でもさ、うん、味なくてこんなにうずらって味あったって。本当？なんかごめん、栗みたいな味だ。うまいね。うん。うん、あ、これはこれでうまいね。これうまい。うん、これ塩でバッチリでしょ。え、これ卵自体うまいね。やっぱり違うんだな。美味しいと思う。うん。燻製が強くなった塩。あ、本当？まあうまいな。やっぱり。うたまやさんの卵は違うな。普通の。成功だ。よかった。お疲れ様でした。俺の役目終わった。今日もこれ。渦巻いちゃってるよ。本当。